1割程度は曹操地区からね避難されている方がいます、はい、でもここはほとんどが矢吹町内の方がいらっしゃいますね、はい、最初来た時は全然矢吹っていうとこ知らなくて全然知り合いもいなくてとっても苦しんだんですけど2年目ですよね こんなに仲間ができてすごく矢吹はいいなと思ってます。でこの若い人たちの仲間もできてでも助かってます、うん、ここから動きたくないなと思ってます。自宅は帰宅困難なとこなので多分住めないと思うのでできたらこう知り合いがいるとこに住みたいなとは思ってますけど5、6人で始まったらとってもこれエコーのクラスですよ ね、うん、こういうバッグだの小物入りだの作ってみんなに教わって作って楽しい思いしてます。今もやってます。楽しんでます。ここに来るボランティアさんが多いんです、うん、ここに来るとみんなから元気をもらって帰れるみたいなね、うん、やってあげるとかそういうのではなくて一緒にみんなでこう明日のことをね考えられるようなこう落ち着いた生活が少しでもできればできるようになれば何かこうね私たちでできることがあればっていうことで最初始まったんですけどね一緒にやろうっていうことで、うん、でだんだんやっぱりこう2年の間にはねいろいろあるけどもねやっぱり地域と仮設やっぱ同じですよねどこでもね住んでると、うん、でもこうやってやっぱり仲間ができて助け合うっていうね私たちの方が元気づけられています。春が来た春が来た